おうちでは兜作り教室。ということで、今回は来たる5月5日が子どもの日ということで、今回はですね、兜を皆さんと一緒に作っていこうかなというふうに思います。まあ、折り紙でも作れるし、画用紙でも作れるし、いろんなもので作れるんで、ぜひ皆さんもチャレンジしてね、かわいい兜を作ってほしいなというふうに思いますが、今回僕とガンズ君共同作業で作っていきますけども、これを使います。ガンズ君サイズを作るには、四つ切り画用紙6枚分ですね。108×108 ぐらいかな。なので皆さんは1メートル ×1 メートルぐらいで、グランズのサイズぐらいの大きさのやつは作れます。ということで、今回は社員のお姉さんにレクチャーを受けながら作っていきたいと思います。社員のお姉さんよろしくお願いします。お願いします。さあ、まず何しましょう、これ。はい。はい。半分に折ってください。これは半分に折る。はい、ガンズ君、折って。はい、半分に折る。こういうふうに三角形に折るっていうことですね。はい。はい。おぉ、めっちゃ丁寧、めっちゃ丁寧。めっちゃ丁寧。実は1枚目だけ折り目ついてました。あ、これ言ったらいいのか。はい、そして、はい、今度は三角2つになるようにまた三角2つになるように、なるほど、こう、こうか、こう、お山のところに端っこを合わせてください。こうだ。はい、ガンズ君正解です。お、ガンズ君正解。さあ、早おって、早おって、いちいちリアクションしてたらもう全然時間過ぎちゃうんだ。おう、ここ合わせて、いや、ちょっとずれてるわ。まあ、いいか。でもこれ、ほら、もう一回ここで折って。そうそうそう。で、これも、こうね。はい。いや、もう、顔邪魔やわ。顔邪魔やわ、ほんま。これで、ということで、折っていく。じゃあ、はよ。俺、言い方やから、こういうのめっちゃ気になるね。はい。折って、ただいまこんな感じになってます。はい。今度は、上下を反対に。はい、こうする。そうです。はい、上下回しました。今度また小さい三角2つにしてください。小さい三角、そうです。おお、上に折り込むってこと。はい。おお、なんかちょっと兜の形になってきたよ。これはこうだ。はい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 。でかつけた。めっちゃ端っこはぴったり合わせた方が後で綺麗です。おいみんな分かる？この 0.5 ミリぐらいのこの雑な感じ、これガンズ君の雑さですよ。だから俺が直します。これ俺 A 型やからこれちゃんとつけてたよ。大雑把やわ、ガンズは。ほんまに、まあ、そういうとこがでも可愛いんやろうな、皆さんはな。はい、折りました。今こんな感じに、これをこう折ったんでこんな感じになってます。はい、次は？次は角を作ります。角を作ります。三角の端っこ、こっち、そうです、はい、そっちを少し戻して、うん、で下は揃えて、こうか、ガンズ君がやってるように。はい、なるほど。どの角度で戻すよ、お前。これも合わせないと。ガンちゃん、そうですね、左右が右左合っていた方が綺麗に。もっとね、これぐらいか、これぐらい。はい、皆さんがこんな感じ、今こうなってたのをこうやりました。で、今こんな感じになってますよ。はい、吸うのができました。はい、吸うのができました。はい。で、今度は下のペランと今持ち上がったところを、お山になるように戻してください。こっちに。もう少し、全部ではなくて半分のあたりまで。ちょっと待ってて、今ガンズ君がね、こいつ倒しました。皆さん見ました今。ガンズ君がこれ倒しました。はい。ガンズ君できる？あ、お、上手にできました。こういう感じでいいですか、お姉さん。こういう感じで。はい。今こういう感じになってます。いいですか？はい。で、はい、今度は少し下のところ残ってますね。残ってる。はい。それを上まで綺麗に折り曲げて、持ち上げて折り曲げてください。おぉ、カブトっぽくなってきた。あとちょっとで完成です。これ皆さん、今ね、こうなってたやつをここでこう折りましたね、わかります？こうなってたのを、待ってたのをここでこう折りました。はいはいはい、
最後に下に余っているところを中に隠しちゃいます。ね、お、こんなの入れて。そう。こきれい、こきれい。隠したら、集中。はい、端っこ折ります。お、お、はい。そして、持ち上げると、北アルプスではなくて、こっち向きやね。はい。はい。これで、なんと、兜の完成！ガンズくんサイズになりました。いや、そんな動いたら絶対取れると思ったもんね、今。ガンズくんサイズ、あんまり動かないように。はい、できた！完成です。